あのね、広い。もう おなじみのポーズでありがとうございます。ありがとうございます。結構この高さありますね。高さね、65あるんですよね。ええ、意外と広いですね。いやもう本当にミリミリランド。皆さんこんにちは、カタリストリエナです。本日はアソモビ2021にやってまいりました。そしてこちらはですね、日本特殊ボディさんのブースでございます。そして今回ね、この後ろに見えているちょっと素敵なお車を紹介していただくのは日本人のチャンさんです。チャンでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンさん大阪の方なんですけど、インスタでインフルエンサーということでチャンさんという名前でやってらっしゃるそうで、もうね、日本特殊ボディさんのこのレンタル部門のご担当ということなので、今日はね、いろいろ詳しく拝聴していこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう早速なんですけど、はい、この後ろの車かっこいいなと思ってさっきから見てたんですけど、なんていうお名前のお車ですか？クレスティッドアイリス。クレスティッドアイリスの、はい、どんな意味なんですか？トキでございます。あ、そうなんですね。あの天然記念物の、そう、日本のね、国鳥ですよね。そうです、トキですよね。はい、あ、クレスティッドアイリス、はい、英語で言うとかっこいいですね。かっこいいです。中もかっこいいですからね。中も、やった、すごい嬉しいです。じゃあね、早速なのでこちらのお車、レンタル専用ということで、はい、一般向けには販売されていないということで。そうなんです。そうですよね。ただ、日本特殊ボディさんでもレンタルできますし、はい、これからどんどんレンタルしている会社さんにはお届けしていくということ で、もうね、売り始めているそうです。はい、人気の1台ということで、ちょっと外観から拝見していってもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。お願いします。もうね、絶対この特徴なのがビーカムなんですよ。そのままですから ね、そうなんです。ビーカム、一説のビーカムを取り扱っているのはね、こちらの日本特殊ボディさんだけなので、いい車なんですけど、ただサクラとの違いがあるということでね、個体の車両を教えてください。はい、車の長さは4メーター95。うん、あ、じゃあ5メーターの中に入ってしまうってことですね。はい、そうなんです。駐車場、はい、コインパーキングに入りやすいように設計してますので、はい、うんうん、一般の駐車場に入りやすいように、うん、はい、で長さはサクラよりちょっと1センチだけ大きいんですけど、はい、2メーターちょうど。あ、そうなんですね。2メーターちょうどの幅があるということですね。はいはい、で上の高さが2メーター98。おお、やっぱり3メーターは切るけどそこそこ高い感じはしますね。まあ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 、はい、はい、まあ、ただ3メーターの枠に収めましたということで。収めましたってことですね。はい、はい、そういう外観になってます。はい、でこちらの車は肉なんでしたっけ？はい、これは二輪駆動のタイプになります。はい、肉になっているそうです。はい、はい、でこういうふうに入り口がね、あって、はい、でここにクレステートアイリス、かっこいい。あ、これがトキなんですね。そうです、これ。あー、なるほど、すごい。でこれは中にアクセスできるような場所ってことですね。はい、そうですね、ラッキーチお分けします。はい、ありがとうございます。じゃん、あ、2段ベッドなんですね。はい、もうレンタル専用の車ですので2段ベッドで。おー、かっこいい。はい、ライティングもかっこいいです。ありがとうございます。はい、じゃあ後ろも回ってみましょう。はい、はい、どうぞ。じゃあダンパーがついていて、さっきのね、下の段になります。ここにいろいろ荷物入れてキャンプに行って使えるってことですね。アクセスがね、2箇所あるとやっぱり便利ですね。そうですね、奥の方がちょっと取りやすい。当然中からもアクセスはできますので、うん、あ、そこそこ、じゃあ3つですね、はい、中からと外から2箇所ってことですね。はい、安心でございます。はい、でここかわいいテールライト3つ ね、ポポンってかっこいいです。はい、かっこいいです。で、ちゃんとこちらにもクレステッドアイビスが入っていて、はい、上にもあれですね、これはマルチルームの窓です。あ、マルチルームの窓なんですか。はい、そうなんだ。はい、そしてこちらはメインのダイニングの。ダイニング、ああ、そうなんですね。はい、でこちら窓が横開きに全部なってますね。はい、はあ、ここら辺もなんかちょっと理由がありそうなので後で伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてね、ここちょっと開けてもよろしいですか？はい、どうぞ。じゃん、はい、これですよ、ビーカム。すごく、ね、おなじみでございます。はい、しやすい感じで、やっぱりあの前が広いから気持ちがよく走れそうですね。この
縦に立ってて、ね、頭の上のクリアランスもバッチリ。バッチリ。これ3人前に乗れるタイプですか？2名です。あ、2人なんですね。はい、そうなんですか。わかりました。はい、まあ、ウォークスルーにもね、あの桜と同じようになってますので。そうですね。うん、しやすいです。はい。はい、ありがとうございます。はい。結構バンクベッドも大きいですね。もうご期待くださいという。はい。はい、しっかりしたバックベッドついてます。メルメルランド、はい、でね、ここから入るんですけど、エントランスのドアが通常よくあるキャンピングカーとちょっと違うんですよね、はい、ちょっと違いますね。これなんかちょっとシンプルというか、はい、そういうイメージなんですけど、なんかこれをつけた意味っていうのはなんかあるんですか？はい、あのこの車はですね、はい、レンタルのキャンピングカーを初めてお使いの方でも、はい、お使いやすいように、あー、なるほど、作ってますので、はいはい、なのでこのエントランスの作りもですね、まあ網戸の標準になりますけども、はい、アメリカ製のドア、あ、アメリカ製のドアなんですね、はい、あ、よく一般についてるのはヨーロッパ系のドアがついてるんですか？はい、桜のやつはイタリア製でございますけども、あ、そうなんですね、はい、あの頑丈かつ壊れにくいということでアメリカ製のドアをまず用いさせていただきまして、で、あとこの網戸部分がやっぱり壊しやすい、あ、そうですね、うん、ところをまた考えての作りになっております。やっぱりレンタルだから、で初めて使うときってどこ操作していいのかわからないですもんね。ねえ、可愛い、はい、男の子乱入で可愛かったです。いや本当にもう、はい、じゃあ、ね、早速中お邪魔していいですか？はい、じゃあどうぞ。はい、ではお邪魔します。わー、すごい明るい。いや、すごい明るいですね。で、木目調がすごい優しくていいですね。ありがとうございます。はい、いや、この木目調が非常にいいなっていう感じです。いいでしょう。落ち着きます。ありがとうございます。あ、で、しかも入ってきて、はい、今気がつきました、はい、こちらに家庭用のエアコンが取り付けてありますね。はい、桜と同じ、いや、家庭エアコン霧ヶ峰が取り付いています。じゃあこの車は電気もしっかり使えるということで、はい、そうです、よろしいでしょうか？はい、もうあの桜のいいところを通った車になってますので、あ、はいはい、はい、電気につきましては屋根、屋根、おかげさまのソーラー、はい、270ワットを3枚3枚もついてる、乗せます。すごい、はい、じゃあもう全然これから電子レンジも、あとそちらの冷蔵庫とエアコンと全部使っても、はい、はい、安心です。安心ですね。外部充電引っ張って使ってくださいね、なんか申し訳ません。あー、すごい、やっぱりあの外部充電使わないと、初めて、はい、あの電子レンジ使った時に違うメーカーさんだったんですけど、うん、つかなかったんですよね、電子レンジがあるけどつかなかったってことがあって、でだんだんそれからもう何年か経って改良されてきてるんですけど、うん、はい、やっぱりね、電子レンジ普通にそのままスイッチ入れて使えるっていうのは初めて借りた方としては嬉しいですよね、うんうん、通常通りに使える電子レンジ、はい、でこのキッチン周りがまた広くって、はい、すごく大きめのシンクがついてますね、はい、まあ、こちらさくらと同じシンクにはなるんですけども、うんうん、はい、やっぱりもう初めての方でも安心してお使いいただけるようになってますね、はい、採用しております、はい、でこちらが、はい、下は清水タンク、排水タンク、はい、20リットル、あ、本当だ、はい、さくらと同じのものになります、ますね、ありがとうございます、はいはい、そしてこちらも、あ、はい、何これ、でこれ何かと思います、はい、な、あ、これ気づきました？気づいちゃいました。何でしょう？これ椅子でしょ？いやいやいや。いやいや、そう思いますよ。椅子と思いますけど、椅子じゃないんです。椅子じゃないんですか？はい。これはこのキャビン部分のベッド展開する時のベッドを収めるための台になります。へえ、それがこういう風に出し入れできるんだ。はい。簡単でいいですね。これね、こう収まる。ああ、本当だ。すごい。簡単でいいですね。簡単ですよ、はい、出す時ももうここから、そう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 、すごいですね、これ勝手にゆっくりダンパーで落ちてくるんですね。そうなんです、優しい。この作り方がやっぱり八谷社長が考えた感じしますね、はい、ありがとうございます。はい、すごい、はい、いや、いいな。で、上には、はい、あ、
ちゃんと間接照明が入っていて、はい、こういうちゃんと収納部分もついてます。おー、これも本当ただ開ければいいだけで、なんかこう押してとか、はい、そういう必要がないから、これないですね、楽ですね、はい、であとね、ここの部分もあの普通だとこう下が開くタイプの窓がついてるんですね。そうですね、跳ね上げ式ですけど、そう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 、はい、だけどこれはこのスライド式、はい、スライド式でになってますね。ここはなんでこうなってるんですか。はい、これはね、やはりその跳ね上げ式でしたら初心者の方が壊してしまう可能性がやはり高いんですね。あ、はい、で、まあ、その奥のレンタルキャンピングカー の、はあはあ、あの会社の方々からの声をいただいた中で、やはりスライドの窓の方がということで、そっかそっか。でもちゃんとこれ厚みあるから断熱とかはないございますだけど、スライドで壊れづらく、でも借りる方としても安心ですよね、はい、なんかせっかくいい車借りたのに壊して返しちゃってすごい切ないから、その点すごいいいなって思います。あとね、こういうライトとかもね、すごい素敵なんですよ。こっちにもこっちにもついてて、ここは明るく使います。はい、はい、でね、気になる冷蔵庫ここにあります。この冷蔵庫大きいですね、はい、開けてもらって、じゃーん、ちょっと逆になりますかね。いいじゃん、はい、素晴らしいです。88リットルの冷蔵庫。あー、そんなに入るんだ、はい、まあ、冷凍庫付きで、こちらが上は冷凍庫ですか。やったー、たくさん入る、嬉しい、はい、いいですね。ですね。で、こう外からね、すぐ開けて取り出せれるので、そう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 、はい、便利はいいかと思います。いいと思います。でしかもここ、これからのベッドマットを敷いて展開した時もここだったら、はい、開けられる場所ですよね、うん、すごいいい場所に取り付けてもらってますね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちら側の収納も拝見してよろしいですか。はい、こちらね、リビングスペースなんですけども、はい、結構ね、大きめのちゃんとしたあのサイズ感のあるテーブルがあります、はい、ありがとうございます。でこちらもスライド式の窓がついているので安心なんですが、これあれですね、ちゃんと今気がつきますけど、はい、おなじみ桜でも、はあ、下からやるとプライベート空間になって、はい、でこちらですね、上から、あ、真ん中で大丈夫です。両サイドで、両サイドで、はい、このレールのままで、あ、このままで、はい、ままで、あ、そうなんですね、はい、おお、あ、これでじゃあ、はい、虫が来ないよという風だけ、いい風だけ、はい、網戸、はい、上から下げて網戸の、下から上げてのカーテン、すごい、これはやっぱり大事ですね、はい、嬉しいな、うん、でここに間接照明がどっちも入っていて、はい、ここを押すと、センターのボタンを押して、はいはい、開くようになってます。はい、大きなのが全部あの分かれてるタイプの、収納のスペースですね。おー、いや嬉しいな。で、乗車定員は何人？乗車定員は6名定員。6名定員。あ、じゃあ6名で行って、はい、寝れるのは何人？寝れるのは7名なんです。あ、すごい。6名。なぜか7名になるという。7名寝れちゃう。じゃあ1人すごいいいスペースで寝れそうな感じですね。もうありですね。ね、そんな、はい、じゃんけんしてどこで寝るか決めるのも楽しいかもしれないですね。はい。じゃあちょっと後ろは、はい、2段ベッドになってるということで、すごくね明るくて、ここも電気がすごいおしゃれな電気がついてるのと、あと上には窓があって、下にはないのかな、下は窓はない状態で、はい、はい、なってます。で、あとこちらが先ほど言っていた後ろのラゲッジルームにつながるスペースです。ここに、でこちらがマルチルームです、ね、はい、マルチルームですね。あー、明るい、マルチルームで間接照明が入ってるって初めてかもなかなかないですよ、はい、でここ防水にはなってるんですか。ね、棚もついてますのでね、はい、トイレとかも置いておけば、そうですね、業者様でそのラップポンとか、はいはいはい、設置できるようにということでの作りになっております。あ、そうなんですね、はい、なるほど、そういうことですか。じゃあ、チャンさんすいません、はい、こちらのベッド転換お願いします。じゃあさせていただきます。はい、バンクのここの先にですね、はい、こう取っ手があるんです。はははは、ついてますね、はい、でこれで下げていただくと、じゃじゃーんと、以上ですか。以上です。早い展開がめちゃくちゃ早くて、はい、ちょっとこのね、キャビン部分の、ね、シートが今乗ってますけども、はい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 、もうこれだけ。おー、すごい広いですね。何人ぐらい寝れる感じですかね。3名。3
3名、お玉3名がこうタンタンタンと寝れちゃいますか、はい、すごい、いいないいな。じゃあちょっと、はい、で登り方ですけど、はい、ここに、左足、あ、もうもう乗せてもらって大丈夫、乗っちゃっていい、乗っちゃって大丈夫です。じゃあすいません、はい、失礼します。なんだろう、スカートで着て失敗したかな。あ、でも乗れる乗れる、あ、大丈夫大丈夫、乗れました。あ、あのね、広いもう おなじみのポーズでありがとうございますありがとうございます。結構この高さありますね。高さね、65あるんですよ。ねえ、ええ、意外と広いですね。いやもう本当に、はあ、いい、頑張りました。頑張りました。はい、で余裕で、あの私縦じゃなくて横にも寝れちゃいます。はい、あ、とても広いですね。はい、すごい。あのキングサイズ感がある、はい、奥行きは約 1m90。 そうですね、私 165cm なんですけど、立ってもすごい余裕です、はい、なんかいっぱいこう寝返りがこうゴロゴロゴロって。ありがとうございます。横幅はだいたい約175ですかね。楽しい、はい、これは借りて出かけたくなりますね。もうお子様もすごい楽しい、大はしゃぎなると思います、ね、うん、はい、で引き出すわけじゃなくて、こうただパンってこう出すだけだから、はい、本当初心者でも簡単だなって思いました、はい、はい、この簡単さって、あの初心者に限らず大事なことですもんね。ありがとうございます。すごい。下って展開できますか。展開できます。で展開する前にですね、はい、このテーブルまた特徴がありまして、はい、前後、はい、左右、はい、動くテーブルなんです。そうなんですね、はい、ちょっとそれも見せてください。まず、前後左右の展開をちょっとさせていただきますが、はい、お願いします。はい、まあ、これがニャイションですね。こう、あ、左右ですね。よくあるやつじゃないですか。あ、いやでもなかなか珍しいかも、はい、で次にこの、はい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 、前後ですね、はい、なのでちょっと手前にテーブル使いたいなっていう時はこの下げていただいたらいいし、でちょっとお腹くっついて邪魔だなという場合にはこうもう奥にする。おー、いいですね。特になんかテレワーク行った先でもしたい時なんかは電気が使えて、こういうね、自動で動かせるものがついてると、そうなんですよ、こういう使い勝手がすごいいいですね、はい、まあ、います、はい、で次にですね、よいしょ、よーおーってなるんです。すごい、よいしょ、よいしょ、で低くても移動できるんだ、はい、これですごいですね。これで止まりますよね。はい、止まりました、はい、で次にこの背もたれをちょっと外して、で寝かします、はい、で押します、はい、でこのパーツを入れます、入れます、はい、で、で最後に、あ、さっきの長かったやつと、あ、楽しいところ来た、最後にデデンと、すごい勝手にこの静かさで降りてくる、はい、でうわすごい、じゃんと、チャンさんすごいですね、広いスペース出てきましたね。ありがとうございます。これ2人ぐらいは余裕で2人ですね、はい、ね、寝ちゃいますね、はい、あ、じゃあこちらに3人、3人、2人、2人、後ろに2人の7人、すごい贅沢ですね、はい、いやこれはいいな。あとここに2人にして、あの2段ベッドを一人一人でもいいかもしれない、はい、あ、もういろいろできちゃう、はい、2、2、2でもね、はい、はい、楽しいな、うん、じゃあこちらどういう方々に使ってもらえるといいですか、コンセプトとしては、はい、コンセプトとしましては、初めてキャンピングカーをお使いの方でも、はい、安心快適にお使いいただくために開発したキャンピングカーでございます、はい、なるほど。今見せてもらった中でも、はい、やっぱり窓がちゃんと、下開きではなくスライド式になってたりとか、
本当に見解が簡単だったりとか、はい、ありがとうございます。あと出入り口のところがこうちょっと強く閉めてしまったとしても、はい、頑丈にできているとか、はい、そういうところすごい安心ですね。はい、ありがとうございます。はい、使いやすいと思いました。うん、よいしょ、はいはい、じゃあはい、そしてこのね上に行ったり下に来たりするのもここを使っていいよって言ってもらえるのは、はいはい、すごい楽ちんで、ラダーとかあると、うん、それもちょっと楽しいんですけど、うん、ちょっと面倒くさい時もあるじゃないですか。なるほど、それが軽減されててすごいいいなって思いました、はい、こちらのお車は、日本特殊ボディさんでも借りることができる、はい、10月末から受付開始で予定しております。そうなんですね、はい、もう始まってるかなっていう感じですよね。はい、はい、じゃあそちらの方も20月末からできるように、はい、うん、どこチェックすればいいですか。そうですね、あのうちのページでは扱わなくて、RV ジャパンさんというキャンピングカーの予約サイトを用いて、はいはい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ RV ジャパンさんのホームページからアクセスして、はい、こちらの車を借りることが、はい、10月末からできるようになる予定ということで、はい、であとはあのレンタルキャンピングカーネットさん、はい、キャンピングカーネットさん、レンタルキャンピングカーネットさんでもお取り扱いが、はい、そうですね、アクセス可能になりますね。はい、わかりました、はい、じゃあね、気になる方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。